プランタン銀座は東京都中央区銀座3丁目にあった日本の百貨店。2016年12月31日に閉店した。運営会社としての株式会社プランタン銀座に、ついての詳細はマロニエゲートを参照。大英が百貨店事業に進出するため、1980年にフランスの百貨店プランタンと提携したことで、プランタンが日本へ進出。 1983年8月17日に運営会社となる株式会社プランタン銀座が大英の子会社として設立され、1984年4月27日に大英グループにおけるプランタン4号店として開業したお三越に売却されることとなった。これにより2002年6月14日に大英グループを離れ、 読売グループと百貨店としては三越伊勢丹グループの一員となった。2015年12月15日に2016年12月末までにフランスのプランタンと結んでいたプランタンの称号及び商標の使用契約を終了し2017年3月にプランタン銀座を新名称でリニューアルすることが発表された。名称の使用契約を終了した理由としては 外国人観光客の増加や湾岸部の開発、客層の変化などを挙げており、ターゲット層も20代から40代の女性に広げるとしている。2016年8月31日に2017年のリニューアル後の施設名をマロニエゲート銀座に解消すると発表した。2016年12月31日にプランタン銀座が閉店し、日本国内から プランタンの名を掲げる店舗が姿を消した。提携カードとしてプランタン、銀座カードを発行していた。ありがとうございます。